ハビエル・カステリアーノは、アメリカ合衆国ニューヨーク地区を拠点とする騎手である。出身地は、ベネズエラのマラカイボ。現在は、ニューヨーク在住。父と、叔父は共に、ベネズエラの騎手、兄弟のアベル・ジュニアは、フロリダを本拠地にしている騎手で、妻と娘の三人家族。生はカステラーノ、または、キャステラーノ、名は、ハビエルと表記される場合もある。 1996年、ベネズエラで騎手となる。1997年6月、渡米し、南フロリダを拠点とする。7月31日に渡米後初勝利を挙げた。2001年、代理人のアドバイスにより、ニューヨーク地区を本拠地とし、同年ニューヨーク地区6位となり、翌2002年には2位となった。2003年、 北米で1232,181勝、約950万ドル獲得し、賞金15位となり北米のトップジョッキーとして、同格を表す。2004年、ブリーダーズカップクラシックをゴーストザッパーに騎乗して制し、ブリーダーズカップ初騎乗で、初勝利を挙げた。同年は1283戦213勝の成績を残した。 2005年、北米で1158,206勝を挙げる。2006年、プリークネスステークスを、バーナーディニーに起乗して制し、アメリカクラシック競争初勝利を挙げた。また同年の第20回、ワールドスーパージョッキーズシリーズ出場のため、初来日を果たした。中央競馬初起乗となった12月3日に、阪神競馬場で行われた3歳。 以上500万した競争では10番人気だった、K.I. シャープに起乗して13着、ワールドスーパージョッキーズシリーズは6ポイントで最下位の14位と散々な結果に終わった。2008年11月、ジャパンカップへ出走する、マーシュサイドと共に2年ぶりに来日したが、マーシュサイドが、官房のためレース前日に出走を取り消したため、 同競争への帰乗ができなくなり、帰乗せずに帰国した。2010年11月5日、BC マラソンでプリンス・ウィル・アイ・アムに、帰乗2位入選するが10着に到着となった。この際の帰乗をめぐって、カルビン・ボレルと講習の面前で殴り合いとなり、帰乗停止及び、罰金の処分を受けた。このため、同月14日に予定していた。 エリザベス女王杯でのアーベイへの起乗が危ぶまれたが、裁判所に不服申し立てを行った結果、処分保留となって来日が可能となった。なお、エリザベス女王杯は16着に終わった。2013年、2620万ドルの賞金を稼ぎ、エクリプス賞最優秀騎手を受賞した。2017年、アメリカ競馬名誉の電動博物館入りを果たした。 ありがとうございます。